ちょっとほんとね、なんかどこ花城さん、わかなんで花城さんのことわかるんだろう。なんで花城さんわかるの。県民一同待ってます。帰ってくるの、待っててください。やばいやばい、手が震える。しおりちゃんのラジオまた出てね。ねえ、また出たいです。だってこの間帰った時な、 2回出させてもらって、沖縄帰ったらまたお願いしようかな。あのカラスのモノマネがひどくて、本当になんか自分の思った声が出なかった。もっと本当はうまくできる予定だったんだけど、全然あのしおりさんがあんなに楽にやってるから、なんかできるもんだと思ったら全然できなくて、なんかモノマネとか下手なんだよね。歌も下手だし、モノマネも下手だし、でモノマネ上手い人って歌上手いでしょ。だからちょっと連動してるんだと思う、本当に。うん、絵心もないしね、本当に絵心がなくて。あの私ダリと同じ誕生日なんですけど、多分ねダリにこの絵心は全部取られて。おお、嘘嘘、見たい私も。あれ現役だよね。あれね、見たい私も。ハートやってるよ、ありがとうございます。あ、なんかずっとハートが来てて嬉しいです。カラスやって、ほらね、来た。私がダメだ、カラスのね、ダメだ。私がカラス自分で振ったから悪い。でもね、やらない。てかできない。できない、カラス。あの当時県内5店舗しかないうちの代理店で働いて。ああそうなんですね。じゃあちょっとお世話になってたかもしれないです。どうも、その節はお世話になりました。ありがとうございます。今何飲んでるんですか。お水です。みんなで乾杯するなら飲みます。あの麦職人一本あるから取ってこうかな。乾杯します。今11時半でしょ、いける。え、やる、ちょっと待って。じゃあ一本だけね、一本だけだよ。たってれー、麦職人、冷え冷えです。乾杯しようよ、みんなで。ひがりのさん、私もりのです。今沖縄にいないんですか。今ね東京にいます。もう東京に住んで10年ぐらい、11年かな、高校卒業して出てきて、もうずっと東京住んでて、たまに仕事とか遊びに沖縄帰ってます。ちょっとこのプッシュの音いいですか。プッシュの音、ちょっと待ってね。飲もう飲もう、寒い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 、やった、飲もう飲もう、みんな飲もう。紙にドラえもんは。じゃあちょっと乾杯してから書きます。え、マジかマジか、オッケー、行きます。プッシュするよ。ひー、いい音でございますよ。ちょっと待ってね。いや、先に乾杯しろよって話か。開けたんだからね、開けたなら先に乾杯をすべきだったなと私も今思うんですけど、ちょっと待って、よいしょ、ちょっと待って、いるよいるよ、ちょっと待って。乾杯、ちょっとあの口をね拭きたかったので、紙とねペンも取ってきたの。
飲もう飲もう飲もう、ぜひぜひ飲みましょう。寒い寒いです。じゃあひがりの、あーさきさんさきさんまた会いたいです、また会いたいです。ひーひーって言った私。じゃあ乾杯しましょう。みんな今日もお疲れ様でした。花金明日お休みかな。乾杯。麦職人、うん、下手か、飲むの下手か。美味しいですよ麦職人、すごく飲みやすい。うまー、今日飲まない予定だったのに。冷え冷えです。止まらん。さっきこれ飲んだ。ありがとうございます、嬉しい。みんないっぱい買って、いっぱい買ってください。でもなんかこの赤になってなんかいい感じらしいですよ、人気みたい。めっちゃ飲むめっちゃ飲む。もうだって今半分ぐらいなくなったもん。一口がね多分でかいのよ。さすが CM キャラ、ありがとうございます。お酒どのくらい飲むかな、日によるけど、昨日は昨日はあのヒレ酒、ヒレ酒、ヒレ酒、どなんなのヒレのお酒あるじゃん、あれをなんか2合ぐらい飲みました。あの1人1合で出てきて、それを2杯飲んで、まあ、その前にも日本酒とか焼酎とか飲んでましたね。飲むね。うん飲みすぎかないやでも大丈夫、二日酔いはしなかったし、今日も一日頑張りました。 CM 見てこれお父さんよく買う、ありがとうございます、嬉しい。いいよねあの CM、 赤になった麦職人つって新しい CM 来るの。本当来てほしい、本当に来てほしいです。いつもインスタ見てます、素敵な笑顔にいつも元気もらえます、ありがとうございます。もうそんなこと言ってもらえて私がもう元気もらえます、ありがとうございます本当に。お酒は何が好きですか。まあ、もちろんビール、あのオリオン大好き、よく飲むよ本当に。もう一杯目はオリオンでしょって感じで、あとね泡盛をすごい飲みますね。泡盛ってなんか美肌効果があるらしくて、なんかいつも泡盛飲んでる先輩がすっごく肌が綺麗で、それで泡盛よく飲むようになったし、あとね泡盛ってね次の日に全然残らない、本当によく飲んでます。赤くなってますか。私ね、おお、びっくりした私ねあんまり赤くなんないんですよ、てか全然赤くない、なんない、たまに赤くなるぐらい。朝からオリオン、どういうこと、今夜、あ、朝からオリオン飲んでたのかな、ありがとうございます。もう何時からでも飲みましょう。でじゃ あのドラえもん書きますね。ドラえもん、私本当に絵心ないけどいいですか。でちなみになんかこの折り紙に書きます。何色がいいかな、ドラえもんだからやっぱ青。でも本当に絵心ないけどいいですか。てか何時までやる、もう飽きたうるさい、あびっくりした、うるさい。でなんか細いのだとさ、ちょっとなんかあの細いと下手に見えそうじゃない、細いペンで描くと。だからちょっとこの マジックで描く。ドラえもんだよね。ドラえもんってあさってルナちゃんに会うよ。ルナちゃんってどのルナちゃんだろう、うちの事務所のルナちゃんかな、いいな、どういうつながりなんだろう。
じゃあ、あ、やばい、震えが止まらない、またアル中じゃないよ緊張だよ、緊張で震えが止まらないんだけど、じゃあとりあえずドラえもんを描きたいと思います。なんかさ、ドラえもんさ描いてる間なんか誰か喋っといて無理か、聞こえないか、どうしよう、どこで描く、ここ、ここドラえもん描くね、やばい震えるんだけど余計、ドラえもんやばいやばい、手が震えて丸がもうやばくない、なんかアル中みたいドラえもんでしょ、あ、描けるわ私、ドラえもんは悪いけど、なんかねこんなんだった、でこうやって今何、どこ見えてる、頭頂部、恥ずかしいんだけどスポンジも、待って、いっぱいなんかオーダー来てるけど私本当に絵心ないからね、やばい手が震えてる、あ、でも待って、ドラえもんうまいかも、え、うまい、もう描けるよ、あ、なんかこういうのはさやっぱスピードが大事でしょ、なんかえ、描けた、描けた、いきます、日帰りの画伯のドラえもんです、じゃじゃんどうですか私のドラえもんドラえもんってわかるよね、でもね、決してうまかないと思うけど、これ何かって言われてドラえもんとは言える、お、採点、いいよ、採点してください、採点してもらって、全然うまい、うえ、嬉しい、意外とうまい、え、嬉しい、かけたかけた、意外とうまいでしょ、でもなんか手が震えて、え、75点もくれるの、優しいサイコパスドラえもん確かにサイコパスだ、これは間違いなくサイコパスだった、60点、厳しい、みんな、あ、厳しい、優しいのかな、どっちなんだろう、口笑える、どうやったらさ中国のね偽物って言いたいのね、偽物って言いたいのね、青髪の、そう、青髪で、だから私本当に絵を描いてって言われた時にまずこの折り紙を持ってきたのって本当に優秀だと思うの、だってその描くものの色に合わせてやればちょっとでもいいじゃん、30点引く待って5点もいるんだけど口角上がるのは大事、人間もキャラクターも口角ってやっぱ上げていかないとね、テンションと一緒で、その目のまんま伸びたを刺しそうね、待って、みんな言いたい放題、言いすぎ鼻が、鼻良くない、え、でもさ、ドラえもんの鼻ってこんなんじゃなかった、赤いもんね、なんか艶が足りないのかな、鼻の、あ、無理だ、なんか、え、なんかでも鼻と口つながってなかったっけ、ドラえもんって、まあいいや、とりあえずこれが私のドラえもんです。で次なんだっけ、ゴリラって言ってた、ゴリラ、アンパ、あ、待って、私アンパンマンはマジでうまいから、面白くもなんともないよ、本当に超うまい、目が笑ってないあ、じゃあ目を笑わせればよかったのかな、こうかな、あ、これいいかも、見て、可愛くない、サイコパスじゃなくなった、可愛くない、反応ゴリラ、じゃあ描き、私ね、ゴリラがね一番好きなの、動物の中で、なんか好きなタイプはって聞かれたらゴリラって答えるぐらい、お、シュリノスケさん、シュリノスケさんだ、可愛くなったでしょ、私のドラえもん80点、え、怖い、もういいや、じゃあゴリラにしますね、でもさ、ゴリラのさ色の髪がなくて何で描いたら一番いいかな、あ、グレー、鼻の上下逆だね、どういうこと、あ、わかった、ここに線があるってこと、まあいっか、とりあえずじゃあドラえもんはもう終わりで、次ゴリラ描きます、でもゴリラって難しくない、
まあいっか、私がいつも見てるイケメンゴリラのじゃあシャバーニを描きたいんですけど、でもゴリラってむずい、絵で描くの。これゴリラの色って、これゴリラの色じゃないですか、なんかグレー、もっと深いけど。ミッキー、あ、どっちがいい、じゃあミッキー、あ、ミッキーむずいな、ミッキーとゴリラどっちがいいですか。なんか楽しくなってきた、お酒も飲んで、これ一本で終わらない。あ、ゴリラ黒かでもね、黒ないのよこの折り紙、ほら灰色しかない、灰色一番近いの。いい、じゃあゴリラ描くね。あ、みんなゴリラだゴリラ描きます。じゃあ、じゃあゴリさんは描けないのよ、ゴリさんは描けない、難しいし、そんなのもうゴリさんにね、綺麗に描けなくて怒られちゃう。いや怒んないけど、ゴリさんすっごい優しく、てか待って、ゴリラってさ、私は普段あんなに見てるの、え、ちょっとカンニングしていい？ダメだね、ダメだ。すぐそこにね、写真集があるの、ゴリラの、私の大好きなシャバーニちゃんの。あ、いいや、つべこべ言わず描くんだけど、え、ゴリラむずい、ちょっと待って、ちょうど小橋見てた、第1話で死んでびっくり死ぬの私でもね、また出てくる、きますよ。え、てか待って、ゴリラってすっごい難しい。あ、なんか頭にね、コブがあるの。あ、もう一回描く、ダメ。あ、これあれ、なんかワンカンニングダメね。はい、第2話見てきます。インスタライブ見てくださいよ、ちゅるのすけさんつまんねえよって。今からゴリラ描くんで、私絵心が全然ないから、待って、もう、え、一発描きじゃないとダメ、今流行りのワンテイク、ワンテイクだっけ。待って、もう一回、ゴリラはコブがあるから、なんかこうやってコブ作って、でなんかちょっとこういうのあるよね。でなんかね、目がね、かっこいいの。え、すごい難しい。なんでこんなに毎日見てるのに、絵を描くってなるとすっごい無理かもしれない。でもね、口が大きいの。ゴリラでね、ガタイがすごいいいんだけど、私体とか描くのすっごい下手だから。あ、でもウホウホしてるから手は前でしょ。でなんかすごいシルバーバックっていうね、後ろにね、かっこいいあのなんか背筋みたいのがあるんだけど、え、でも待って、私すごい下手かもしれない、すごく自信がないでもこういうの、あ、ペンの音がやばそう。あ、うるさい、ペンの音きつい、一発書きね、オッケー、もう書けた、全身書いてる。でもね、あ、でもね、ちょっと冷静に見たらね、これゴリラだわ。でもなんか違う、なんか違うんだけど、その何かをちょっと教えてくれる、みんなさんで。なんかね、ちょっとお腹は割っとこう、いきます、ゴリラ、いいっすか、ひがりの画伯のゴリラです。じゃじゃん、え、なんか何が違うと思う、何が違うんだろう。でもな、頭にこぼあるでしょ。ちょっと一回あのシャバーニの写真集、あのね、妹がね、バイトの初給料でくれたんだけどはい、すごい下手ですちょっとこれ立てとく、あ、立たない、え、なんかね、ちょっと今ゴリラのシャバーニのあれ撮ってくるんだけど、すごいね、かっこいい。そう、妹が初給料で買ってくれたの、バイトして、なんか初めてバイトして、その初給料でなんかサプライズで送ってくれて、あれ、
して。ゴリラ好きとは思えないゴリラでびっくり。その画像ください。動物の電子は難しいです。分かってくれる？ごめんなさい。すごいですね。待って。謝れるのが一番辛いんだけど。怖。やば。やば。怖。これが。シャバーニはその世みたいに出てきました。え、待って、本当にいなくなってる。私のシャバーニ写真集、いつもねこの本棚の一番上にポンって置いてて。でちょっと待って、あのさゴリラの、あのね、ちょっと待って、じゃあちょっと待って、あのね、あのね、めちゃくちゃいいものがあるの。すごくいいものがあるの。あ、中国のサンリオね、すごくいいのがある。これからのインスタライブは毎回書いてもらってうまくなって。え、本当？いいんですか？いいんですか？毎回こんな私の絵心に付き合ってくれます？魔除けに使えるお札、これじゃああげますね。ラミネートして持っていきますね。でこれね、すごくいいの見て。シャバーニの T シャツなんだけど、見て見て見て、可愛くない？ほら、 I am boss。 見て、すごくない？このゴリラの体、かっこよくない？ボフボフ言うの。ほら。でね、こっからがすごいのよ、マジで。見逃し禁止、本当に。ちょっとお酒飲んでから。これね、すごい仕掛けがあって、いくよ。3、2、1。やばくない？これ見える？できてる？ねえ、あ、ちょっと待って、ほら、できてる？シャバーニなの、これ。可愛くない？やばくない？やばいでしょ？やばくない？楽しくなってきた。微妙だった。これ私大好きなんだけど、この T シャツ。あ、あのね、この T シャツをくれた子が見てくれてる。やばいでしょこれ。最高なのよ。もうシャバーニになれちゃうの、ほら。え、超かっこいい。これね、東山動物園に売ってるらしくて。やばいでしょこれ。誰でもシャバーニに見る。でもね、何が悲しいって、大好きなシャバーニに慣れてるのに、でも慣れてるのに私自身見えないわけよ。実際今も何にも見えないの。可愛いでしょ？めっちゃいいのこれ。これは東山動物園に売ってる。売ってる。そう、自分で見れないからね、ちょっとねこれ悲しいんすよ本当に。でもこれ途中から見た人何ってなってるよね。キモいよね。いや、キモくない。そのまま配信そのまま配信します、これ、ね、いや誰だよってなりますよ。途中で見た人びっくりしちゃう。僕の家の近くにシャバーニ住んで、マジで？いいな。私本当に今一番会いたい生物がシャバーニで、東山動物園に行って、でも本当に会いたすぎて YouTube とかになんか他の人が上げてる動画とか見るんだけど、あの目はなんか人間、本当にあの、なんだろう、あの感情をちゃんと持ってるし、すごいの、本当にすごくて。でね、なんかどっかの国でチンパンジーに恋しちゃった女性がいて、でそのチンパンジーも
その女性に恋したっぽくて、でもチンパンジーってその人間と仲良くすると群れから外されちゃうんだって。でそれのせいでそのチンパンジーはいじめにあっちゃうから、その女性はその動物園の出禁になったの。でもその女性からしたら、え、なんかなんで私はこのチンパンジーと愛を育んできたのに、なんでそんななんかこのあなたたちに愛を邪魔されなきゃいけないんですかみたいなことがあって、あ、そういうこともあるんだ、だからなんかやっぱさ、あの人間対人間じゃなくてそういう恋もあるんだなっていうのをすごくね、最近このニュースを見て実感しました。だから私もより、東山動物園でシャバーニに会いたい気持ちが強くなってる。早く行きたい。いや行けよって話なんですけど、意外とね、なんか私愛知行くよりも前に沖縄まで行っちゃうから、飛び越えちゃうから愛知のことを。これからはちょっと待って、なんかね暴れたから前髪がすごくて、うまっ、顔が着ぐるみの色と今日はシャバーニ配信ですか。シャバーニ配信です。もうもう動きがゴリラです。嘘恥ずかしい動きゴリラはやばいって、本当にそれは致命的よ、動きゴリラは。めっちゃ早口ね、ちょっと早口だった。でもなんか沖縄の人ってなんかゆっくり、やばいもうなくなっちゃうんだけど、あと一缶飲んじゃう。酔っ払ってるんですか。酔っ払ってないよ、こんなウホウホやって、こんなんじゃ酔っ払う、ウホウホ全然できる。これでやる、これこれが良くない、これマジでかっこいいでしょ。ちなみにこれ私が描いたゴリラ、似てる？見えてるかな？え、すごいハート来てるってことは似てるってことだね。絶対そうだよね。ほら、かわいい。見えないけど、とりあえず全然違うね、私の絵と。私が描いたゴリラと、え、めっちゃかっこよくない？なんかね、シャバーニの抱き枕があるの。シャバーニの腕で眠れるの。ここにシャバーニの顔があって、シャバーニの腕が伸びてて、このシャバーニの腕でこうやって眠れる枕があるんだけど、それも東山動物園に売ってて、それマジで欲しい。だってさ、そんなの一人で寝てても寂しくないじゃんね。はあ、やばい、3点、1ミリも似てないか。じゃあもう一個だけ絵描いて終わりにします。もう見て、気づけば40分もやってるから、もう一個だけなんか絵描いて終わりにしようと思うんですけど、何がいいかな、何描きましょうかね。絵心でアメトーク出れます。出れないよ、出れないよ。ミッキー、え、待って、シーサー、ミッキー、シーサー、ミッキー、シーサー、アンパンマン、アンパンマンは私うまいのよマジで。ヤンバルクイナとかむずいから無理でしょそんなの。意見が割れてる。ピカチュウ、待って、バーバパパなんて絶対書けない。だってもうバーバパカ、バーバパカがバーバパパが出てこないもん。なんかヌメッとしてる人でしょ、キティちゃん。もうみんななんか意見揃えてほしい本当に。アンパンマン下手な人あんまり見たことないです。でしょ、アンパンマンはね、私妹が9個下で、妹がちっちゃい時にアンパンマンをよく描いてあげてたの。あと最近もなんか子供たちのことを面倒を見ることが多いから、バーバパパは、あ、バーバパパじゃない、アンパンマンはすごく描ける。ムーミン、チンスコ、あ、待って、チンスコはマジ描ける、もうそんなの秒で描ける。チンスコでしょ、もう舐めてもらっちゃ困りますよ。もう3秒、はい、ポンポンポン、はい、ちんすこ。
前でしょ。これは文句ないでしょ。ねずこ、私ね、ごめんなさい、本当にごめんなさい、あの鬼滅の刃を見てなくて、ちょっと3話で断念しちゃって、本当ごめんなさい、すいませんでした。コッペパンみたい。もういい。じゃあ止まったところ、私がパーってやって止まったところのものを書きます。せーのと。やるだったの。やるはねちょっと書けない、ごめんなさい、本当にごめんなさい。じゃあいい、もう待ってね。なんか表が、あのあれしたのないのかな、あのかぶったの。スイカ、孫悟空、スイカなんてもう簡単よ、孫悟空は難しいよ。ね、じゃあね、ミッキー行く？一番最初に来てるでしょミッキーって。あれ違うっけ。ミッキーが一番最初に来てるから、じゃあドラえもんはねえ、ちょっと私あの今あの私ドラえもん書いたんです、さっき。いいですか、これドラえもん。じゃあミッキー書きます。ミッキーって何色？グレーでいいかな。黒だよね。グレーで描きます。ミッキーはね描けると思うよ私。とりあえず耳をね大きく描けばいいの。でね、こうやって、だって何回ディズニー行ったのよって話でしょ。めっちゃディズニー行ってるよ本当に。ミッキーのさ鼻ってどんなんだっけ。ドラえもんっていう満足そうな笑み。え、何これ、はドラえもんって言えねえよってことね。えうんとね、ミッキー、今ミッキー描いてるけどむずいわ。え、ミッキーってさヒゲあるよね。でさ口と鼻ってどんなんだっけ。ミッキーってなんか鼻はなんかさつるんとしてるよね。なんかとりあえず輝きを持たせればよくない？照りみたいな。あ、照りじゃなくなった。うーん、お口ってとりあえず大きいよねミッキーって。四角がいいと思う。四角？それともあのドラえもん型？どっち？なんかバイキンマンみたいになっちゃったかもしれない。鼻が黒い丸。あ、じゃあ黒く塗りつぶせばいいか。描けた、描けました。いきます。照りってなんだよ。いや、あの照りっていうのはこのなんか、お、なんかつるんっていう、なんかこういうさ、うまい、このほらこういう照り、なんか照ってるように見えません？これなんかつるんってしてるみたいな。いきます。ひがりの画伯によるミッキーです。じゃん。どう？なんかどこ直せばいいと思う？どこ直せばいいと思う？口だよねやっぱ。口以外は合ってるよね。歯が怖すぎ。口がチョコレート大変残念なミッキー。口だな。次はファルコン描いてみて。ファルコン描けない。キャラクター寄りのミッキーいますね。ワッキーですね。歯はなんでそうなるの？注目すぎる。歯ぎしり、確かに歯ぎしりしてるこのミッキーね。あ、でも見て、優しい。ゴリラからのこれはうまく見えるって。ゴリラ、あ、待って、今気づいたんだけど見て、ゴリラとミッキー歯が一緒なんだけど。歯、私歯これしか描けないのかな。でもさ、これ見たらさ、やっぱこのドラえもんやっぱすごい上手くない？やっぱ色だよ、色を青にしたのがすごい良かったんだと思うね。
どれが一番うまい？やっぱドラえもんだよね。ドラえもんとゴリラとミッキー目がびっくりしてる。そうね、なんかもっと笑わせればよかった。ちょっと難しいな、絵は本当に深い。絵はね、深すぎてちょっと私には無理だ。でもね、昔ちょっと前にクズカステラさんっていうあのアーティストさんの MV に出させてもらって、その中でなんか本当にすごい壁ぐらいでっかい白いキャンパスに絵を描いてったので、それがなんかちょっと芸術的で、絵の才能ありって。ほら、ね、じゃあちょっと待って、それさ、私このインスタライブ終わったらちょっと載せていい？あのその時に描いた私の絵、なんかアーティスティックな感じするのよ。だからなんかバカと天才は紙一重みたいなことでさ、下手っとうまいもんさ紙一重でさ、なんかさ、なんかどっかでなんかがひっくり返ったらうまいになるんだと思うのよね。アメトーク出れるじゃんじゃあちょっとなんかあのお願いします、出れるようにどうにか。でね、ちょっとお酒飲んだからさ、お手洗い行きたくなっちゃって行ってきていい？みんなもう飽きてるでしょ、もう終わるから。ちょっとお手洗い行ったら終わるから、その前にお手洗い行く前に終われって。いやでもちょっと待って、もう無理、我慢できない。飾っとくね。あ、飾れない、ちょっと待って。ただいま優しい、トイレ中ってちゃんと乗せてくれてる見て、ついでに取ってきちゃった。これならね、何ミリ100ミリ、うん、250ミリだからいいかなって思って。なんだっけ、もう終わるってでも言ったよね。終わったです。チラワッタのボタニカルライチ味、これならいいでしょ。なんかチュラって言ってるから飲んでも多分ねいいんだよ、美しくなれるんだよなんかすごい前髪荒れてるからちょっと特。じゃあまた次は絵を描くの、絵も練習、でも絵は練習したところ多分上手くなんないから、まあ一回あの中オリオンのいろんな、何、いろんな種類のオリオンを飲み比べる。もうみんなアンパンマン描いてほしいな。丸三つ描いて隠れミッキーってすればよかったら。頭いい。そんな悪知恵私にはなかった。カラスのものはでもずっと言ってる。やろうかな、カラス。しおりさんの時全然できなかったけど、ちょっと待ってね、散らわった飲んで。飲みたいって言うための冗談が適当これチュラだからいいんだよって、やばいよね。でも大丈夫、もうこれ飲んだらもう今日は飲まないし、本当に明日舞台と映画見に行くから早く寝なきゃ。みんなも早く寝なきゃ。てかもう12時になってるじゃん。私30分で終わろうかなって思ってたのにすぐ楽しくなっちゃう。じゃあカラスのマネやって終わりにしまー。散らわった、あ、そう、美味しい、めっちゃ飲みやすい。あのね、これアルコール 5% も入ってるんだけど、 5%
5% 感ない、本当に全然 5% じゃない。でね、ライチの味がね結構香りがすごくて美味しい。炭酸もしっかりしてる。まあそりゃプレミアムだからね。しかも宮古島産ハイビスカス由来エキス使用らしい。果汁 5% もうしっかり 5% の果汁をしっかり感じる。ああ 5% って感じ、本当に。ああ果汁 5% 入ってるって感じ。なんかちょっといっぱい今入ってきてくれたんですけど、もう1時間経つし、多分みんなもうそろそろ飽きてきたと思うから終わります。終わったの CM やって、あ、今ここで行きます。待って、でも聞いて、これ飲み口がこうで、あ、こうやればいいのか。行きます。あ、お前カラスのモノマネは最後にやるんだけど、今ワッタの CM やるね。いきます。緊張してきた。しっかり果汁 5% 散らばった。何点？麦職人はもう飲みました。もう空です。配信してすぐ飲みました。散らばったに対してのリアクションはもうないということで、これはもう封印しましょう。黒歴史としてね。これアーカイブ残りますか？いや、絶対に残しません。そりゃそう、残しません。あんな、絵も施して、ね、この子たち。100点！はい、採用！100点！2億点ありがとうございます。嬉しい。いい気持ちで寝れる。本当にいい気持ちで寝れる。ザマミソンの観光大使やって。もうザマミソンの観光、ザマミソンの観光大使やってるんですよ。もう絶対散らわった買います。いや、待って。まだ、まだなの。私が CM 出てから買って。ワッタって言われるじゃん。いや、ワッタ私やってないです。セシルさんかな？セシルさんがワッタ多分やってると思う。300点ねえ、みんなさっきのこの絵の時はさ、60点とか3点とかひどかったのに、やば、嬉しい。最後にいい気持ちにさせてくれてありがとうございます。本当に散らわったりの、散らわったりの、散らわるとかいいんじゃない。今日散らわる、あ、ダメ、パクってしまった、パクってしまった。今来ましたが、あの、そのドラえもんですか？ドラえもんです。見て、今日私青い子だからなんかドラえもんみたいになる。ほら、お、どうしたんだろう。ほら、お、ドラえもんだ。これスクショじゃない？みんな。3名様にその絵プレゼントします。え、いいよ、サイン入れて。でもどうやって送るの？それはじゃあ事務所の人間に頼もう。じゃあ今サイン入れとこ。こちらミッキーです。サイン入りミッキーで、ドラえもん。ドラえもんで、ゴリラ。散らわったりーのーってフレーズ、散らわったりーのー、あ、わかった。お家に帰りーの、散らわったりーのってこと？なんとかしたりーの、なんとかなんとかしたりーのってこと？いいね。はぁ、あ。
今日はお家に帰りーの散らわったりーのってこと企画書提出しといて「ゴリラ」じゃなくて「シャバーニ」ってこれから東野ちゃんのインスタの画像これですか。やばいでしょ、ゴリラ夢に出てきそう。ドラえもん欲しい。え、みんなその絵家宝にしたい。優しい。え、みんなビッキーが欲しいとかいろいろ欲しい。え、本当に本当にプレゼントみんな本当に困らない、どうせ捨てるでしょよし、もう55分45秒配信してるから、終わるんですけど、じゃじゃーん。じゃあこちらの、あ、ごめんね、これはなんか照りを表現したくて書いたんだけど、ゴリラとドラえもんとミッキーを抽選で3名様でもね、わかんない、どうやってやるかわかんないから、そこはちょっと相談してみるのと、 T シャツには絶対しない、絶対着ないでしょ、だってそんなの T シャツにしたところで寝巻きにしかされないから。一応ねサインは入れといたから、ちょっと遅れるのか確認する。でも絶対いらないでしょみんな。これでなんか、あ、本当にインスタでライブで書いた絵プレゼントしますよ、応募はこちらまでってやっても誰も応募してこないんでしょひがりのちゃんの LINE スタンプ作ってほしい。ゴリラとチューチュー、ゴリラとゴリラと愛するシャバーニです。シャバちゃん終わろうね、もうね、もううるさいね、もう1時間もやってるよ本当に。ありがとうございます、こんななんか配信に付き合っていただいて。私はとりあえず楽しかったので本当に感謝しております。あ、カラス ね、みんななんかすごいね、よく覚えてるね。じゃあ最後にカラスをやって締めましょう。カラスだよね、待って、うん、みんなすごいカラスって言うちゃいな、一回水だな、いきます練習していいの？あ、じゃあちょっと一回外で練習していい？いきます、カラス。できてる？聞こえる？やったー！ゴリラバックプリントで作ります。ひがりのちゃんの事務所に。嘘！ありがとうございます。外でもめっちゃ聞こえてましたよ。爆笑。喉痛めそう。喉、私喉つ。近所迷惑いただきました。練習まで、あ、練習まで聞こえ、練習通り。練習の方が上手かった。しおりちゃんに聞かせたい。今のゴリラのもの違うわ。ゴリラはこんな声で泣きません。いい、しおりさんに、あの、でもラジオの時よりは確実に上手くなってたんで、あの、しおりさんに成長したねって多分言ってもらえると思うんで、しおりさんに報告しといてください。じゃあ、あの、ひがりのさん、ゴリラじゃない。カラス上手くなってます。待って、みんな練習の方が上手いって言ってる。恐竜ではない。鬼滅の刃のカスガエ、なん、カスガエ、なん、うん、カスガエモンしてほしいです。ごめん、私本当に鬼滅の刃見てなくて本当にごめんなさい。3話で断念したタイプの人間です。あ、いいえな、ドマンギター。ドマンギリよね。しおりさんには勝てないね。ラジオの時も上手かった。いや、ラジオ私めちゃくちゃ下手でしたよ。あの、思った通りの声全く出なかった。ほら見て、はい、1時間ってことで
もう1時間配信したので今日は終わりにしたいと思います。次はもうこの2巻は飲んじゃったけど、麦職人とこれ今日飲んじゃったけど、残り10本ぐらいかな、そのオリオンのいろんな種類のお酒があるから、それを飲み比べというか、まあ、飲みながらこれは美味しいどうだっていうのを、まあ、美味しくないわけがないんですけどね、それをやりたいと思います。ひがりのちゃんの沖縄映画いつ公開ですか、5月公開予定なんですけど、ちょっとどうなるかまだわからないので決まり次第またご報告します。1時間楽しかった、ありがとうございます。こちらがありがとうございます、本当に本当にありがとうございます、本当にありがとうございます。1時間もこんな配信に付き合っていただいて、皆さんの貴重なお時間を本当にありがとうございます。楽しかったです。新しいオリオンの CM も出れるように頑張ります。本当にサザンスターね、ドラフトね、一番桜もあるしワッタもあるし、できたらいいね、頑張ります。映画も楽しみにしててください。ルルルコムコムは別の子なのよ、本当に気をつけて。じゃあ本当にありがとうございました。もう楽しかったです。1時間経ちました。もう1時間と2分やってるので、じゃあワッタの CM みんな期待してくれてるということなので、飲み切って終わります。飲み切るんかいって。美味しかったです。おやすみなさい。もう今日は飲まずに寝ます。化粧落としてお風呂入って歯磨いて、皆さんもゆっくり休んでください。あーよかった、楽しかったって言ってくれて本当にありがとう。私も楽しかったです。またやりますね。応募方法分かったら教えますね。応募してくださいね。おやすみなさい、ありがとうございました。いい飲みっぷり、ありがとう。また飲みましょう、みんなで。ありがとうございました。おやすみなさい。